まずですね今回の配信は実際に僕が反射ハラスメントにまた令和の虎関係であって被害を被りましたで今回はどういうふうに反射ハラスメントが行われて実際に伝染していくのか、まあ、反射ハラスメントって何だよって人もいると思うんで、まあ、自分の名誉のためにも取り上げますまず前提として今回の今から紹介する噂わさは根も葉もないですまたま 全く私がみじも関係ないよっていうことがすでに証明されてますなんで後に分かると思うんですけどそれ前提で聞いてくださいで今回の事件の発端は実はね僕ね美容クリニックをねやろうと思ってたんですよで先日、まあ、ドクターとあるナースの方と打ち合わせをしてましたそのナースの方、まあ、僕のいつもその美容を面倒見てくれてるナースの方なんですけど共通の詩人から 青汁王子が反社でやばいことをやってるから気をつけた方がいいと言われたと言ってきたんですよもう何をまた言ってるんだと聞いたら令和の虎の一連の炎上劇がありましたよねあれは全部三崎が仕組んだもので黒幕は三崎、えー、であるとそして令和の虎を僕が乗っ取ろうとしてると青汁王子が令和の虎を乗っ取ろうとしてるっていうことを共通の知人の虎の人に言われたっていうんですよ なんでこんなことを言ってるのかと、ただただ驚いて、だけどそういったね、話が出てしまって、これ本当にちょっと頭に来るんですけど、そのお医者さんも、その時紹介してくれて初めてだったんですよね。だからまあ僕のことも知らないし、関係値もないんですよ。だから、そういう噂がある人とは一緒に仕事できないよって言われてしまって、この美容クリニックの仕事がおじゃになってしまいました。はい、もうこの時点で僕は実害を被ってるんですよ。だから頭に来てる。 僕はね、前提として、令和の虎を守る方味方だったんですよ、でまあ、実際ね、まあ、見てくれた人も多いかもしれないけど、こういう出してました、令和の虎の賭博騒動について、まあ、内容もちょっとまあ用語気味、まあ、本当に思ってることなんですけど、用語気味で、ポジティブな内容を言った、えー、つもりでした、なんでね、あの見てくれた人は分かると思ってます、僕としては岩井さんがこれまでね、令和の虎ってすごい冬の時代があって、最近なんですよ、バズったの。 でやっと良かったねって岩井さんも喜んでてもうここまで本当一生懸命やってきて今下積みみたいなことを経験してみんなやったねってなってたのに、まあ、こんなことになってしまったんで僕はもう一回岩井さんが命を懸けて築き上げたこの令和の虎を復活させてほしいなって思ってました、はい、だからこの動画に言ってたことは嘘ではないんですけど、まあ、そういう趣旨で言ってましたで、まあ、誰とはねそう言わないんですけど令和の虎のね知り合いに、まあ、そのねナースの方は言われたというね え、ことを、え、言われて、え、しまったんですよね。えー、さすがに困ったんで、と令和の虎の人に何人かに、え、電話しました。こういう話が出てるんだけど、えー、これって本当ですかって聞いたんですよ。まあ、え、まあ、名前出しちゃうと迷惑かかると思うんで、何人かのその虎の方に、え、連絡をしたら、え、実際そういう話があると。今、こういう風な噂が出てますよってことを教えてもらいました。はい。三崎が令和の虎を反社会勢力を使って乗っ取ろうとしていると。 で、牛タン屋のジョー社長。あの、牛タン屋のジョーってやつが、まあ、今回あれなんですけど、えー、そのジョー社長を、ゼットリーさんにつなげたのは、え、三崎であると。すべてを暴露させて、みんなを、はめようとさせてると。はめようとさせてる。やばいでしょ、こんなの。え、な、何を言っとるんねんって話じゃないですか。で、これ頭で来るじゃないですか、さすがに。で、これを言い始めたのが、もう名前言っちゃうんですけど、令和の虎の、え、桑田さんだったんですよ。ホストの。 も桑田さんって仲良かったしホストも来てくれたしホストを行ったこともあるしえすげえショックでえなんでね俺そういうこと言うんだろうなって、えっと、思ってすごいねショックでしたはいびっくりしました何だろうな桑田さんにそんな俺変なことしてないし嫌われるようなことしてないだろうなって思ってたんですけどいろいろ調べていくと、まあ、こういうツイートしてたんですよ 令和の虎視聴者には、これから得をしようとするやつ、動きよく見ておいてほしい、今回の件はガチではめてるやつがいる、裏でめちゃくちゃキモいことをしてるやつがいる、乗っ取ろうとしてるやん。 俺たちがいなくなるらそれはいいよな、みたいな。ふざけんなよって。俺かよ、みたいな。これは俺なんですよ。僕のことなんですよ。本当に本当かよって。やめてほしいじゃないですか。まあ、こういうこと言ってました。で、このツイートは、電話の虎の人が、えー、こういうのやめた方がいいよってって、まあ、30分ぐらいで消えたらしいんで、今、残ってないんですけど、実際、こういうね、やりとりからも分かるように、これ、竹内さんのやりとりなんですけど、まあ、竹内さんもねな、後に電話するんですけど、まあ、本当に、あの話は本当だと思った。それぐらい信憑性のある話だったって言ってました。あの竹内さんは別に僕の 悪く言ったりしてないのであの、あくまでその噂としてあったよってぐらいなんで、別に竹内さんとかは悪くないですね、まあ、こういう噂がね、実際、電話の取らないで、進行してたんですよ、うん、とんでもないことに、まあ、今現状は、桑田さんとも喋って、なんでね、そういうことを言うのかと、もうやめてくださいってことを言って、ちゃんと謝罪もらいました、はい、で桑田さんもあの時やっぱり炎上しまくってて、超大変だったらしいんですよ、やっぱちょっとまあ、パニックになっちゃってた。 あとは、信用できる、ある人物にそう言われて、そう信じてしまったって言うんですよね。でもね、それを何人かの虎に言ってしまった、その時点でアウトだと思うし、いや、僕に確認してほしかったですよね、直接。そもそも、いや、これは別に桑田さんの悪く言うつもりはないんだけど、自分が賭けポーカーやってたんだから、そんなあることないこと、ペラペラ喋んなよっていうのは、正直はっきり僕思いましたね。これはもう嘘だと。 もうでっち上げの話だってことはもう桑田さんも分かってくれてました、なんでかっていうと、まあ、3人でね、ジョーさんとえ林さんと、えー、桑田さんで対談をしたときに、まあ、Z リーさんにリークした、相談したのは自分だって、もうジョーさん言ってるんですよね、この時点で僕、誤解は解はけてますでもえ、だったら適当なこと言ったんだから、ちゃんと違いましたって説明して歩けよって感じじゃないですか。 実際僕仕事もダメになってるから変な噂を言いっぱなしじゃなくてちゃんと説明してほしかったですよね。こういう軽々しい噂が出回って本当にこれ仕事がダメになったりとか今回はなってないですけど銀行口座作れなくなったりとか今本当話しってセンシティブなんですよ。だからそこはちょっと考えてほしかったなと思ってます。はい。